はい、こんにちは。毎日詰将棋探手数ということですけども、まず詰め手数は5手です。5手詰めです。じゃあ、やっていきたいんですけども、これ、もう一目、この飛車がいなければ、1手詰めっていう状態ですよ。なんでまあ、飛車をどかすのがテーマなんですけど、まあ、ここにどかすのは、これはどっちで取ってもダメなんじゃないかな。同、角で取られても、この隙間が空いてるんでダメだし、同玉と取っても、まあ、こうでもこうだし、こうでもこう逃げられちゃうので、まあ、飛車はまあ、とりあえず3、2、1になる。で、これ取れないんですよね。取ったら詰んじゃうんで。なんで取らないと。取らないとなれば、逃げるしかないと。で、ここで馬で追っかけると、銀が効いてるんで、風合いで詰まなくなっちゃうんで、じゃあどうしたもんかといったときに、とにかく戻ってきてくれと。銀がいても。これ、どう玉と取ってくれれば、3一で詰む。けど、どう銀と取られたらどうすんだと。これは、下からダメなら、上から行って OK なんですよね。これで、相利かずなんで、これでもう積み上がりということになりますと。で、これで私一瞬、この歩がなければ、この王手に対してここに逃げられて、2手延命で7手詰めの方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、実はこの歩がいないと、この時に、この歩がいないとこう逃げられちゃうって。これで、これは詰まないですね。なんで、まあ、この歩がいるおかげでこう逃げられないから、これはまあ、同玉と取れば3一馬だし、同銀と取った時に、この馬引きが効くということになりますと。ということで、詰め手順を確認すると、2一飛車成、1三玉、2二竜、同じく銀に、3五馬までの5手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。